こんにちは、ゆうです。バーズドラのおちゃんです。はい、今日無課金サーバーか芝居のあるやっていきたいと思います。今日お誕生日の方おめでとうございます。はい、今日やっていきたいのはですね、2本です。3本立てでございますね。まあまあまあルカ、なんとかルカ使ってみた&クエスト13挑戦してみた&これ何やったっけ、ガチャ、闇鍋と言われてるね、闇ガチャと言われてるね、レアガチャ、滞在流と鍵の勇者フェスを引いてみた。はい、やって3本立てでお届けしたいと思います。それでは早速ね、パーティーご紹介したいと思いますんで、ご紹介します。2回言ってるね。はい、こちらでございますね。はい、もうなんか僕のなんか趣味全開の編成なんですけど、はい、ご紹介します。はい、リーダーの、76枠に、ロイドフォージャーさんですね。はい、スキルチェーン4つに、体力キラー2つに、コンクエストレコードをつけております。でこちらベロアですね。ベロアに超覚醒スキルプラスで、神キラー3つに、エネルギーの融合ウルトラマンジード武器つけております。でこちらがリダチェンのが僕クロロしかいなかったんで、クロロをつけて、入れてます。クロロにスキルチェーン4つ、ドラゴンキラーと体力キラー1つずつに100体モンストロード、ウルトラマンジードじゃなくてウルトラマンベリアルの武器ですね。でマリックですね。こちらがマリック、闇マリックですね。闇マリックに体力キラー1つ、上限解放で誰の演技にケチつけてんだよ、イケメンくんの手にプリの王子様です。はい、でこちらが、ルカで、はい、ルカで、中学生の交換通、スキルチェーン2つ、上限解放、10連ガチャパーつけております。でこちらも、フレンドさんも全く一緒ですね。はい、でバチャ HP プラスです。はい、それではもう結構負けてるんで、もうそろそろ終わりにしたいんで、はい、さっさと行きましょう。最後もうほんまね、あのルーレット作られて、このなんか全開趣味パーサバイバーがさ、もう全然なんか機能しせんくて、はいはい、うまい具合に噛み合わへんのよね。ベロアもいっそスキルチェーンにした方がいいかな。ベロア使います。でクロロ使います。で、この10連ガチャパー使います。で、ロイドさん使います。で、いや、こっち使った方がいいな、先。で、クロロ使って、で、よし、マリク使って、よーし、で、クロロ使いましょうか。少し黙ってもらって、はい。はいはい。ベロワぐらいしかね、そのコンスタントにね、なんでしょう、なんでしょうじゃないねんけど、コンスタントに闇と回復作ってくれるキャラがいなくて、もうほんまこれきついなーと思って。でもまあまあ引けただけありがたいんですけどね。全然ごめんなさい、今ちょっと若干ゲップ出そうになりました。はい、で暗闇は大丈夫、 OK。 でここをねちょっとね、前か、いやベロはより先こっちかな。よし、はい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 、ちょっと待って、はい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 、ここが闇になったら、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 はい、ストップ。あ、そいつ繋がってた。よし、オッケー。はいはい。よいしょ、オッケー。ちょっとね、指延長をね、減らしたくないですよね。ベロは指延長しちゃうんで、それでね、ちょっと我慢してもらってるみたいな感じですね。よしよしよし。これ別にあれなんですよね。特に普通に組めばいいだけなんで、8コンボさえ決めればね。いや、ちゃわ。ここでルーレットされるんやったら、ここで決めに行かなあかんねんやったら、あー、ミスった。ちょ、待って。ミスった。もういいか。3、4、5、6、7、8、OK。よし。そもそも無効貫通、いやー、これがきついんよ。で、ここで、指伸びてる間に、ですな。ちょっと、普通に組もうか。よし、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 よし。
はい、はい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 、1,2,3,4,5,6,7、もうちょもうちょ、よし来た、あぶねえあぶねえあぶねえ、よし、オッケー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 、んーで、これ使って、よしよしよし、はい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 、ちょっと待って、じゃあこうか、でここでこうして、でこうして、2,3,4,5,6,7、もしもしあぶね、ミスった組み方、あぶね、いや行かへんの、マジか、きついってそれ、いやーちょっと待って、これは終わりにしよう案件ですね、で終わりにしよう案件なんで、はい、これ使って、よしよしよし、でこれ普通にこう組んだ方がよくない、なんか、よし、2,3,4,5,6,7,8,9、いやちょっと微妙やな、あぶねー、で次から無効貫通、覚醒無効は大丈夫と、よしよし、で闇の攻撃力上がってるよね、あと2ターンなんで一旦ちょっと耐えようかな、一旦耐えようか、はい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 、待って、あー4,5,6,7、もうちょもうちょもうちょ、おーし危ない危ねえ、よし、で次ベロア使って、危ねえ、ベロア使って回復、ちょっと待って、これが出てきたってことは覚醒向こう次出てくるか、じゃあちょっと待って、はい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 、で、はい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 、よし、2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、こんだけ波動決めればいけるでしょ、極限詞思い出せますよね、なんか、よし、けしっけみたいになんか言っちゃったな、ここ確実にね、はい、はい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 、待って、こうか、いやこうか、いや、うん、いや倒せるやろこんだけいったら、よし、オッケー、はい、よっ、オッケー、次ね、多分ヘイストやったっけ、覚醒向こうからのヘイストなんで、よしよし、オッケーんーで、やで、これ使っといてからので、10連ガチャパワー使っといて、よし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 、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、そこ悪いとこ悪いとこ、パズル動かしてから考えの悪いとこ、パズル動かしてから考えの悪いとこ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、よっしょ、 OK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 、 これは一旦ステイ、一旦ステイ、確実に行きたいんで、これがあと一旦溜まるんで、あっぶんね、ちょっと待って、ワンチャン決まるかもしれんしな、これだけあったら、よし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 、もう存分にお友達の力借りよう、よし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 、はい、ワンチャンワンチャン、ここ回復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 、いや、塞がっとるわ。それ決まる？やっと勝てたー！しんどかったー！
ああこれ石1個使って広告はあれですわ、なんか普通の集会に使ってたんや。はい、それだ、ガチャ行きましょうか。の前に石受け取って本当にガチャ行きます。はい、まずは開催記念滞在ルート限りの勇者確定ガチャ行きたいと思います。はい、回す無料からダイヤの流れでお願いします。よし、金玉をね。はい、はあ、あ、これラタトゥーユやったっけ、全然ちゃうわ、ごめん。何やラタトゥーユってんの、どっかパデルや、パデル。オッケーオッケー、よし。で、クリア講習、これも、これも。これやったからスタミナなくなったんですよ、もう。んで、石使わされてさ。よし、おお、マジか。え、マジで、マジで、マジで。マジで、ちょっと、マジで。え、これって確定ってことか、わそう。いや、ちゃう、ラッコ、どっち、トリス。トリス。ごめんなさい、あの、ちょっと変な使い方したせいで、今、足しびれてね、あの全然なんか、内容が入ってこないっすわ。じゃあこれはクリア報酬、あの報酬6以上確定、大罪流と鍵の勇者ガチャです。よし、こっちもダイヤ。あー、あかんか、あれなんだこれ、ファイナルファンタジーの世界みたいなやつは。ラポック、こんなんいましたよね、なんかファイナルファンタジーね。いいっすね。よし、それだね、ユーザー情報購入歴ライブ33個でございます。まあ、とりあえず、まあ、全部突っ走しようかな。レガさんのラインナップはね、あの、狙いはグレオン。グレオンとベルガーですね。はい。グレオンとベルガーです。じゃあ、この動画では初めて、ちょっと、5連続、ちょっと回してみたいと思います。結構ね、美味しいんでね。5連続。ああ。はい。ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ。お、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 え？あ、ソニア初ゲット。お、いやー、ロビンフット。それではラスト単発年数陣出していきましょう。ます、はい、はい、ダイヤ。マジか、なんやってあの大量、もう送り主も。では、それじゃあ、結果見ていきましょうか。はい、こんな感じでございました。まあ、カソニアがなんか一番なんか、良かったんちゃうかなっていう個人的に思っております。グレオン大好きやね、欲しいな。はい、それでは今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。最後までご視聴くださり、お疲れ様でした。この動画、いつ上がってるかわかんないんですけどね、もし面白かったらよろしければ、高評価と、チャンネル登録、高評価と、あと、概要欄に貼ってある X のアカウントのフォローもよろしくお願いいたします。多分編集はクソ遅くなると思うんで、この動画いつ上がってるかわからないですけど、本当に、あざっす。それでは、お相手は私、ゆうでございました。バイバイ。恐れろよ。